エリトリア戦争は1885年から1889年にかけて行われたイタリア王国とエチオピア帝国の戦争。イタリア王国にとって最初の植民地戦争で敗れたエチオピアはエリトリア地方の割譲を認めるうっちゃり条約をイタリアと締結した。1880年代アフリカへの領土欲を持っていたイタリア王国は 列強の植民地下を逃れていたエチオピア帝国と急速に対立した。すでにスエズ運河の改作やエジプトとの関連からエチオピアの公海沿岸部を欲したイタリアは民間会社を通じて大規模な土地購入を行い入植を開始していた。1885年2月、エチオピア皇帝ヨハンネス4世はこれに反発して軍の動員を開始し、イタリア王国も マッサワなどいくつかの都市に陸軍を上陸させた。ヨーロッパでは、ドガリの虐殺と呼ばれるドガリの戦いなどの数年の紛争や小戦闘を経て、最終的にイタリアはエチオピアを軍事的に屈服させ、沿岸部の実効支配を開始した。1890年、エチオピアでヨハンネス4世のギマイノコシャとショアのオーメネリク2世との間で定位をめぐる内戦が発生した。 イタリアの武器供給を受け、内戦に勝利を収めて新たな王となったメネリクは、正式に講和条約に署名し、公海沿岸部をイタリア領エリトリアとして割用した。イタリア領エリトリアの通貨、エリトリアタレーロに掘られた、ウンベルト一世。ありがとうございます。